美しき敗者。全香港幼稚園サッカー大会はクーロン代表の原田花々幼稚園と香港代表の大鵬幼稚園が決勝に進んだ。マグマグはテクニックがあるのでミッドフィルダーに、ダービーは足が速いのでフォワードに決まった。ファイはヘディングがうまいのでもちろんミッドフィルダーだろう。マクダルはディフェンスになった時、マクダル前に蹴り返せ。ミッドフィルダーの時はマクダルボールを追え。どっちのポジションもマクダルには向いていないようだ。そこでみんなは思い切ってフォワードを任せてみた。マクダルシュートだ。マクダルシュート。シュートだよマクダル。マクダルの冷静さがチームのメンバーみんなを感動させた。みんなで話し合った結果、マクダルに任せられるポジションはたった一つだと分かった。マクダル、君はゴールキーパーだ。任せたぞ。ゴールを？こんな大きいゴールを任されるの？わあ、責任が重いな。マクダルは責任感の強い豚だ。そこで次の日、早速白いペンキを買ってきてゴールポストを塗り直し、こう思った。全香港幼稚園サッカー大会がここで行われるならキーパーとして恥をかきたくない。マクダルはゴールネットの穴を直した。雑草も抜いた。新しい芝を植えて手入れもした。マクダルは何週間もかけゴールのため働いた。大変だった。とても疲れたけど楽しかった。当たり前だよ。ゴールを任されたんだもん。マクダルのおかげでゴールはとても綺麗になった。でもまだ物足りない。そこでマクダルは得意な技を使い、折り紙で100個の折り鶴と100個の幸運の星を折った。マクダルは思った。ゴールを任されたんだからみんなをがっかりさせないようにしなきゃ。いよいよ全香港幼稚園サッカー大会の日がやってきた。青のユニフォーム、右から攻めるのはクーロン代表原田花々幼稚園。赤のユニフォーム、左から攻めるのは香港代表大鵬幼稚園。審判が笛を吹き、試合が始まった。大鵬チームのキックオフでスタートだ。よーし来い。うわあ、チーム2番のテディが風のように走り抜け、原田花々チームのマクマグとダービーが後を追った。スーパーパディシュート。その後は一方的な試合となり、大本チームが何度もシュートして何度もゴールした。得点表の点数がどんどん増えてゆき、ついに9対0になったが、得点表には9までしか表示できない。だからみんなは大本チームが9対0で勝ったのだと思った。優勝チームの表彰式だ。招待客からリクエストがあったのかどうかわからないけれど、表彰式はなぜかマクダルのゴールの前で行われた。ああ、もうちょっと真ん中に寄っていいよ。オッケー。いやー、この幼稚園のゴールえらい綺麗だね。試合には負けたけれど、自分に任されたゴールを綺麗だと褒められてとても嬉しかった。そうだよ、こんな大きいゴールを任されたんだからみんなをがっかりさせたりしない。マクダルがスクリーンに登場。授業中におしっこ漏らすだなんて、お前はうんちを出すお尻より怠け者だ。ほらほら、泣くのはおやめ。ママが言い過ぎたよ。僕は危険が大好き、大大大好きなママと一緒に大大大好きな危険を食べるのが大好き。ねえメイ、僕とお尻どっちが怠け者だと思う？もちろんあなたの方が怠け者よ。ママはこれからお前を武当山へ連れて行く。中国で記録的大ヒット。大好きなママと別れて世界一の子豚になるためにマクダルのカンフー修行が始まった。僕は君のママから君の世話を頼まれた。目指すは子供武道オリンピックの金メダル。そんなにうまくいくかな。君たち一斉にかかってきなさい。もしもだけど、私が大きくなってマクダルに再会して、もしあの時のまま力持ちでお人よしでまっすぐでおバカだったら、そこはいつも大切な場所。マクダルのカンフー幼稚園。ぜひ映画館に見に来てくださいね。